皆さんこんにちは。お久しぶりだぜ。前回から3ヶ月ぐらい経っているので、ハッピーホイール実況の感覚とか忘れてます。まあゆっくり見ていってね。で、右上のやつを押すと、なんとステージ検索できるんだよね。今回はここにあるソート機能を使うぜ。じゃあ評価が高い順に並べようね。上から、新しい順、古い順、プレイされた回数順、評価順だな。レーティングでいいのかな？じゃね。じゃあ評価順にして、その隣のはなんだ？アップされた期間だな。上から、今日、1週間前、1ヶ月前、制限なしかな。とりあえず1ヶ月にしたよ。じゃあこれからだな。Ultimate Glass Break。究極のガラス破損。始まりました。究極のガラス破損大会、エントリーナンバー1、親子でサイクリングの挑戦です。全大会の優勝者であり、期待が持てますね。最初は板ガラス粉砕コース、次第に熱くなるガラス板を粉砕させることができるのでしょうか。おっとチャンピオン足が止まった。だがそこはチャンピオン2回目で突破。どうやら1回では難しくなってきたようです。3回目。おっと弾かれた。たかが瀕死のガラス板に弾かれた。悔しい。でも次を難なく突破。さあ最後のガラスを。さすがだ。おや？タイヤに引っかかってしまったようだぞ。脱出したものの何回やな音がしました。着実に割ることにしましたね。だがガラスも頑張る。なかなか割れない。終わった。やりました。王道、腕がもげた。バランスを崩した結果両腕がもげました。しかし同じ失敗はしない。ここがチャンピオンと言われるゆえんでもあります。まあ、この大会参加者こいつらだけなんだけど、あれ？いつの間にか一人になってる？あ、息子は帰った。出てぬ？よし次はガラス瓶粉砕コースだ。チャンピオン筐体を大きくのけとらせて抵抗を減らしているようだ。さすがプロ。さて最終コース。クリエイティブグラス。難なく突破。シャツココのポールでフィニッシュ。おめでとう。今日からお前は、富士山だ！いいえ、ケリアです。何やってんだろう。はいはい次。スパイクエスケープ。いいえ、ケリアです。ケリアさっきやっただろうが。はいはい。やずや、やずや。エスケープスパイク。やっていこう。飛んで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 。あーちぇ。回って回って回る。あーちぇ。あーちぇ。飛んで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 。あーちぇ。回って回って回る。さて次は、クロスボウシューティングか。バッチコイシューティングゲーム。クロスボウシューティング。クロスボウ射撃。そのまんま。バッチコイもめるもめるお相手にシューッモードのハフもめるお相手にシューッあー出たあー出たあー出たはいはい次次ジェットパックガイかなんだろこれジェットパックガイポイント1ジェットパックのガイプラチナドット1出たのゴールだね。では次、どんどん行こう。Wheel of Kill。キルの車輪。お、なんだこれ。見たところホッピングで頭をシューするみたいだな。意外とむずいなこれ。ポン、
こうかな？よく照準を合わせて。出たー！これも。出たー！さらに。出たー！そんで。出なかったー。今度こそ。出たー！カーラーの。ポポポポー！ 3 分かかったことは内緒である。これ取ればいいんかな？やったー！はい、次。またクロスボウか。レッツシューティン。クロスボウシューティング2。クロスボウ射撃に。ごめんろ、チューレム超 3D アクションバトル。ごめんろ、にボールをシューレム。あーて、ドムモードのキャップ。レーザーサイトあるってよ。せっかくだし使おう。シューレム、エシアスネオース。狭いからよく狙って。ごめんろ、にスクダミーボア。シューレム、超エクサイティング。なんか出た？なんぞやこれ。とりあえずシューレム。あれ？もっかいシューレム。無敵じゃないですか、やだ。じゃあこっちを行くぞ、ラよし、次だ。今回全然実況してない気がする。 Death Ball Extreme V2 死ボール極端 V2。 あんな時代もあったねと、きっと笑って話だから、今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう。回る回るよ、時代は回る、喜び悲しみ繰り返す。どんどん行こう。次はキャラクター選択できるみたいだな。じゃあおじいちゃんで行こう。ミニゲームスペシャル2にミニゲームの特集。大派手な色。落下して進むみたいだな。さあ始まりました、究極の落下大会。まず挑戦するのは参加者中最も高齢の車椅子選手。車椅子なんだよ。落下意気込みは万全のようだ。だが腕が伸びてしまった。果たしてクリアできるのか？さあ現在エンジンフォールエアです。大量のエンジンに妨げられながらも無事にクリア。おっと、これは嫌な予感がする。おじいちゃんは無事でした。バグで起動しなかったか？さあ次はカラフルなブロックを削っていく。一旦失速したものの、頭からストレートに落下。クリアー！おめでとう。今日からお前は！言わせねえよ。しょぼーん。さあ次はなんだ？今度は自転車だな。ゴーゴー。ブロックローテイトポイント1。ブロックを回転させたプラチナ1。お、やっとハッピーホイールになった気がする。おお、回ってー。おっとっとと、あー。回って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 。よし、今度こそ行くぞー。どっせー。スタ。ははは、貴様らなど何の障害にもならんわ。じゃあ、ごめんなさいごめんなさい。次は回ってるやつか。よーいしょ、オッケーオッケー。次はなんだ？次なんてなかった。いいね。あ、はい。では次。またジェットパック系かよ。ジェットパックプロ。ジェットパックプロ。はいはい、次次。スーパーマリオデモ。スーパーマリオデモ。おお、これは、某有名横スクロールアクションゲーム完全再現じゃないですか、やーだー。じゃあ飛んでくぜー。イエーイ。ぎゅー。よしよし、足なんて飾りです。おめえら、それがわからんのです。さあ赤い人、ゴールスと足を運んでいく。もうはしないけど、おっと、ヘルメットが取れた。特に気にすることもなくゴールスが進む。
おっとここで腕も曲げた。だが無事にゴール。ソーリー、スイズ、オンリーや、でも、ワッフルバージョン。だそうです。では次が最後かな。マトリックス？例のあれか？マトリックスインポッシブル。不可能マトリックス。あ、これは。いやー理解した。これを本気ばりに避けろと。なるほど。ならばこうじゃ、ちょっと。なん？だと。リトライするんじゃ？へい？たー。やったやった。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。時間を得た割には超手抜き会である。さて、タイトルにある通り、普段マインクラフトを実況しているのであります。今までのシリーズを見てくださっていた方ありがとうございます。さらに最近新しいシリーズ始めたぜ。カオスな内容だけど見てみてね。たちまちあなたは10分を無駄にできるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。